今日お集まりいただきましてどうもありがとうございます。今お話ありましたように今日の演題は、台湾独立建国とは何か、台湾生命運動を中国が警戒する理由と題してお話ししたいと思います。今日はお集まりの皆さんの中でも大勢協力していただいてますけれども、その台湾生命運動を今やってますですね。この2020年の東京オリンピックで台湾の名称を中国領台北、チャイニーズ台北から台湾に正しましょうと、そのように訴える、署名活動を一昨年からやってまして、そしてごめんなさい、去年ですね、街頭署名活動は去年からです。そして、この運動が台湾の方では大発展を遂げまして、国民投票ですね、台湾では公民投票といいますか、公民投票でその東京オリンピックのへの、この台湾名での参加申請の可否を問う、賛否を問うことをやろうと、いうことですね。そして2日前ですか3日前ですか、そのこの公民投票実施のため の、その立案のためのですね、署名集めっていうのが、4月から8月にかけて台湾各地で行われ、そして提出された、その数が実際52万ぐらいありましたけれども、その有効である署名の数が42万だったということが判明しまして、台湾の中央選挙委員会においてですね、そして、これは有権者数の 1.5% に当たる28万を超えればこの公民投票は実施できるわけなんで、見事実施が正式に決まったわけです。そして、この11月24日に、行われる統一地方選挙と同日にこの公民投票が行われる、そしてその結果として、この全有、その賛成票が反対票を上回り、そしてその賛成票が全有権者数の4分の1に当たる、約500万ですね、それを超えたならば、この蔡英文政権はこの公民投票の結果に従い、IOC に対して台湾名で参加させてくださいという申請を行うことになる、そういう流れになってきています。で、このチャイニーズ台北、中国領台北という名称、一番落ち着きたいのは言うまでもなく中国であり、もちろんこの公民投票の流れに対しては非常にこの警戒感を隠さずにおりますね。チャイナと名乗ってもらいたい、名乗ってもらうことで自分たちの台湾侵略を正当化したいわけですね。そして早くからこの公民投票をいろいろと批判もしてるし、それから台湾国内のその傀儡のような勢力がありますね。ああいうところも一生懸命この公民投票の推進というものを反対をしてきました。で、特に中国が、この公民投票の動きについて言った言葉が、これは台湾独立の動きだよと、緊張を高めるものだという、そういった印象操作を行いました。そして国内、台湾国内の、その諸勢力、中国寄りの諸勢力もメディアを含め、この台湾独立の公民投票というのは違法じゃないかということを言ったんですね。なぜならば台湾のでは法律によって公民投票のこの課題テーマとなるものには制限がありましてね、国語領土憲法そういったものを変えることは、これは公民投票になじまないと、これは憲法に変わる問題であるから公民投票の対象にならないという、そういった規定がある。これに対して不満も非常にあるんだけれども、そういう規定があるんで、だからこの台湾生命公民投票はおかしいに不法じゃないかという、そういった宣伝もやってましたね。そして、そこでこの公民投票の旗振り役であるこの紀勢さんというこの台湾のメダリストの方、この方がやっぱり言いました。これは台湾独立の賛否を問うものじゃないんですと、あくまでもこの国語を変えるとかそういう問題でもない、あくまでもオリンピックに参加する時の台湾のその名義、それにかかるものであって台湾独立のものではないって言いました。これは事実なんです。事実だけれども、敵は正義言い方をするんですね。ただこういう言い方もあるんですよね。
これはやっぱり台湾独立運動の一環であるということですね。台湾は台湾だということを明らかにするわけですよね。そして、この中国体制というものはおかしいんだという問題提起するものですよね。僕の友人、カーさんという弁護士がこの間、先日どこかのメディアの取材を受けて、独立運動は、この声明運動は独立運動なんだって言ったんですね。そしたらですね、目ざとく中国の記者はそれを見出してですね、ほらこの華さんって人が言ってるじゃないかって、やっぱり台湾は独立運動なんだって。そしたらそれに連結している台湾国内の親中メディアがそれを大きく報道しました。華さんっていうのはこの我々のこの台湾声明協議会の台湾の事務所長という方ですよね。で、僕がもしこれで公民投票失敗したらあんたのせいだねなんて笑っていたんですけどね。それでそういえば僕自身も台湾のメディアに取材に答えて、この台湾声明運動は新しいタイプの台湾独立運動だと言っちゃったことがあってね、言わない方が良かったんだなと、そういった心配も頭を若干よぎってはよぎりはしたんですが、しかしこれはですね、やっぱり言わなきゃいけないことなんですね。そういうわけで、今日はまずですね、このその台湾独立とは何なのかということですね。これについてお話ししたいと思うんです。特にこのことはやっぱり強調したいと思うんですね。これは何なのかということというのは、台湾独立というこの問題は実は日本とは非常にこの日本にとってはとても重要な問題なんですね。ところがその問題非常に重要だということがあまり理解されていないということ、それから非常に重要であるにもかかわらず日本人はこの台湾独立という意味を誤解している、曲解しているという現実があります。だそのあたりについてちょっと、お話ししたいと思うんですね。台湾独立がなぜ日本にとっても重要な問題か、はっきり言って僕は極めて重要な問題だと断言したいと思います。と言いますのは、今日本の安全を最も脅かしているのが中国の軍備拡張ですよね。日本だけじゃなくて国際社会をも震撼させているほど、なんでそこまでこの20年以上にもわたってこの何ですか、軍拡を加速させるんですかとみんな疑問に思っている。なんでということは、実は中国はちゃんと言ってるんです。この国家の主権との維持と領土の保全のためであるという言い方をしてますね。じゃあ一体どこの国が中国の領土を侵攻しようとしてるんですか。ないですよね。でもそういう言い方をするのはなぜか。それはですね、領土の保全というのはですね、まあ、あの国は一つの中国の原則というものを掲げ、それを国際社会に押し付けてきますけども、一つの中国の原則というのは台湾は中国の領土であるという、まあ、フィクションですね、宣伝ですよね。でなぜこのような宣伝を展開するかというと、あの国には台湾を併存し、まあ、要するに侵略するというその国家目標がありますが、侵略行為ですから国際社会から止められることになるから、いやこれは実は中国の内政問題ですよという話で、まあ、正当化するための宣伝が一つの中国なんですね。でこの一つの中国の宣伝に基づいて領土の保全というそういった理屈が出てくるわけですね。要するにこういうことです。台湾独立を阻止するための軍備拡張であるということなんです。それはどういうことかというと、例えば台湾は中国に支配されてないからそこから独立ってことはありえないんですけど、でも何とも言いますように、一つの中国というフィクション原則があるから全てそれを前提にしてますからね、そういうおかしな理屈になるんだけど、でもおかしな理屈であると何だろうと中国は関係ありません。とにかく何度も何度も強く言って相手にそれを飲ませる、これがあの国の外交のやり方ですよね、宣伝のやり方ですよね。そしてこういうことなんですね。台湾は中国から独立しようとしているって言うんです。あの国は台湾独立のことを台独って言うでしょ。で台独はどういう定義かというとですね、中国の国土を分裂させようとすること、分裂させようと企むことなんです。だからまだ分裂はしてないという考え方ですね。ですから将来において台湾が中国の統一要求を拒否することを台湾独立ということなんでしょうね。
ですから、そういうことをさせないために脅す、台湾を同化するために兵器を開発し、あるいは購入し配備する、そのための軍拡だということですね。あるいは必要とあれば直接中国に、台湾に侵攻して台湾を占領し強引に併存する、そのための軍備の配備ですね。それと同時に台湾有事の時はアメリカ軍が接近しますから、その接近を阻止しするための兵器の開発であり購入であり配備ですね。そういうもののためにこの毎年その二桁台の成長率で、二桁の成長、その軍備拡張で二桁台の成長をいつも見せつけ続けているんですね。まあ、それがこの中国の軍拡の実態であり、その目標は台湾独自の阻止であるということですね。ということはですね、台湾を狙っている中国の軍拡であるということは、台湾と地政学的に運命共同体 一年卓章の間柄である日本にとってもこれは大きな問題なんです。日本はこの台湾の動向というものを我がこととして考えなければならないということですね。台湾独立という言葉を中国が使うんであれば、我々はそれはどういうことなのかということをよく考えなければならない、そしてそれに対してどう対処するかをよく戦略を練らなきゃならないわけですね。で、今まで日本の政府は実はしっかりとそういった対処をしてきました。どういう対処か、台湾独立だけはやめさせようということですね。今のままでいいでしょうって、台湾独立は支持しないというそういった政府見解を日本政府が出していることを皆さんご存知でしょうか。中国を怒らせないために支持しませんと言います。台湾の人々が感情はどうなろうと関係ありませんと、とにかく日本の安全保障が大事である、台湾が独立の方向に行くんであればそれは支持しませんという言い方をしますね。日本政府何度かそういうことをやってきました。アメリカもそうですね、台湾独立反対とまでは言わないけど、台湾独立を支持しないといちいち、とにかく中国を怖がらせないようにする、中国を喜ばすようにする。実際中国は喜ぶんです。だから台湾このまま独立なんかさせないで今のままでいいんだ、アメリカの効果でやっていけばいいんだ、台湾人の感じなんか関係ないんだ、こういうことを日本政府はそういう姿勢でやってきました。これは実は中国が喜ぶことなんです。そうですよね、台湾のことを放置しておいて、そして台湾に対して、中国は台湾に対して徐々にこの統治戦線工作を仕掛ける、籠絡、恫喝と利益誘導、そして自分の都合のように操作していくという、これはあの暴力団のやり方と同じなんですけどね、これは中国の対台湾戦略のやり方です。ですからほっとけばいい、台湾はほっとけばいいんだという考え方はそろそろもうやめた方がいいと思いますね。なぜならば以前に増して中国の脅威は大きくなっているからですね。そういうわけで台湾の独立という問題は日本人はこれよく考えなきゃならないことだけど、なぜかみんなあんまり関心を持たないと同時に何度も言うように誤解をしている。今日はおばさまの皆さんは誤解をしないと思いますが、台湾の独立とはどういう意味か、日本人の多くは中華人民共和国からの独立と思うわけですね。台湾は中国の領土だと思っている人が大勢いる。今は違うかもしれないけど、そのうちそうなるもんだと、あれは分断国家だとかね、そういう言い方をするんですね。要するに台湾はとにかくチャイナの一部なんだという、これ完全に中国の一つの中国の宣伝に侵されているわけですね。ちょっと頭のいい人は、いやこれ台湾は中国に支配されてないんだから、台湾独立という問題は存在しないんだ、台湾はすでに独立してるじゃないかという人もいますね。確かに独立はしてるけれども、これもやっぱり中国の宣伝に何らかの影響を受けてますね。独立の問題は存在するんです。独立運動って戦後70年間永遠と台湾人が行ってきてますよね。それからあの人たちに聞いてみたらいいですよ。あなたたちはどこからの独立を求めてるんですか。断言しますが、一人として中華人民共和国からの独立ですという人はいません。そういうわけでこれは台独、台湾独立とは中国の国土を分裂するものであるとギャーギャー騒ぎ、そして台湾独立運動をトラブルメーカー扱いする、
あるいは飛ぶ台湾独立、統一の拒否をトラブルメーカー扱いし、扱いする中国の対外宣伝の影響をもろに受けているものと思います。ですがこういうものは正さなきゃならないんだけど、ただここでやっぱり強調したいのはですね、なんで台湾は中国の領土じゃないかということですね。皆さんはお分かりかもしれないけど、中にはまだ明確、頭の中ではっきりそれは分かってない人いるかもしれません。ちょっと簡単に言いますね、まあ、この話は 来月の定例会で加藤先生が詳しく話されますけど、やっぱりここでもちょっと触れなきゃなりません。昔大東戦争中に海路宣言というものがありましてね、そこで日本に勝ったら台湾は中華民国に返還させようということがありました。そして日本が降伏し、で降伏文書で、まあ、要するにその海路宣言を履行しますという約束をしたんですね。でただあくまでもこれは休戦協定でそういう方向で行きますよと誓っただけで、まだ割譲の手続きはしてません。ところがその後中華民国の軍隊がですね、まあ、マッカーサーの命令で、まあ、その台湾にいる日本軍の接収降伏受け入れのために、まあ、進駐したんですね。で進駐して中華民国は、勝手に台湾の領土編入を宣言しました。こんなのもちろん無効ですよね。でまあ、その法的根拠は何かといえば回路宣言だというわけですね。これはおかしいですね。で、まあ、領土編入したといって、でその後1949年、まあ、その終戦から4年後ですね、この中華民国が滅亡します。国共内戦で国民党は共産党に敗れるんですね。で中共では中華人民共和国が成立しました。そして中華民国の支配していた土地は中華人民共和国が継承しました。ところが中華民国政府は台湾に亡命してましてね、今までマッカーサーの命令でに従って占領していた台湾に亡命して生き延びたんですね。そういうわけで中華人民共和国としては台湾も自分のものにしようと思ったんだけども、中華民国が居座っちゃったんで、それで台湾を解放するぞっていう話になって今日に至ってるわけですね。で一つの中国だというんですね。で一方中華民国の方も台湾支配を正当化するために一つの中国にですね、中華民国の土地であると領土であると、そういうことを言っているわけですけども、これが全部フィクションに基づいている。なぜならば日本は回路宣言に基づいて台湾を中華民国である中華人民共和国であれ渡してない。1949年から、4年後の1953年にサンフランシスコ講和条約が発効しまして、その時点で日本は台湾を放棄しました。中華民国にも中華人民共和国にも活用することなく放棄した。放棄殺が連合国に放棄させられたんですね。そういうわけで台湾は帰属先不明、未定という状況に置かれました。だからあとはまあ住民自決に委ねるというのがまあ国際法上のまあ当然の考え方だし、実際連合国の間ではそういう認識は持たれてましたが、しかし住民自決ができなかったのはすでに中華民国がそこで独裁体制を敷いていたからですね。でまあそのまま中華民国というのが、まあ、中華人民共和国と対峙しながら、まあ、ずっと、まあ、今日まで存続しているわけですね。そういうわけで一つの中国、中華人民共和国が世界に押し付ける一つの中国というもの、あるいはその台湾侵略のための軍拡をも正当化する一つの中国という宣伝は実は虚構であるということが 100% の誤りであることがこれで明らかなんです。日本が活用せないんだから。ただ問題は日本政府が活用せませんということを言わないことですね。なぜか中国はこれから言えない。そして台湾も放棄しちゃったもんですから、台湾の帰属先については言える立場にありませんというそういった政府見解を打ち出し口をつぐんでる。何としても言わせたいと思って何年か前に外務省に電話しまして、台湾を中華民国に返還してませんよねって聞いたら答えないんです。我が国は台湾を放棄した以上台湾立場についてとやかく言える立場じゃありませんって回答拒否した。もうそれは1953年の話であって、放棄したのは1953年、返還したかどうかっていうのは1945年の話ですから、その前の話ですから、ぜひ貸してくださいって
言ったら、しばらくも黙って小さな声で返還してませんって言ったんです。この日本政府のこのコメントを僕は国際社会に広めたかったと思いますが、まあ、録音してなかったのが残念に思いますね。ぜひ皆さんも電話で聞いてみてください。少なくとも返還しましたってことは絶対に言いませんから。中国の言ってることは嘘だってことは明らかになります。そしてさらに3分にまで言いますと、中華民国だって返還なんかしてないってことは知ってるんですよ。マッカーサー命令に従って台湾に進駐してした中華民国ね、あの時台湾省主席っていう陳誠さんというのがいましてね、これ1949年の1月の話なんですけど、台湾はこの中華民国の領土だって発言したら、南京にいた蒋介石がそうじゃないよって、そういうこと言うな、これまだね台湾の帰属先決まってない、今でも新宅統治のようなもんなんだよって、だから世界に笑われるからそういうこと言うなって電報送ってるんです。蒋介石の手書きの電報の原稿今残ってますよ。台湾が返還されてないってことを知ってるんです。それから中国共産党、1941年に国連で台湾を追放するっていうアルバニア決議ってのがありましたですね。アルバニアが提案した決議案が採択され、中華民国が追い出され、中華人民共和国の中に入ったという、決議の採択をもって中国はこれで一つの中国の原則が国際社会に承認されたという宣伝をやってるんです。だけどもあの決議案をよく読むとですね、どこにも台湾は中国の領土と承認するって書かれてないんです。ただ書かれているのは国連安全保障理事会、そこから中華民国出てってもらって中華人民共和国が入れる、国連の一般の議席からも中華民国を追い出して中華人民共和国が入る、まあ、中華民国じゃなくて蒋介石の代表って言い方してますけどね、それしか書かれてない。しかもあれは実はアルバニアが提案したけど書いたのは周恩来なんです。でも台湾は中華人民共和国の領土と認めるって書いてない。なぜ書かなかったのか、書けばいいのに。それはあえて書かなかったそうですよ。周恩来はその後キッシンジャーと会った時ですね、もし台湾は台湾の帰属先についてあの決議案の中に入れてしまったら、そしたら国際社会は本当に台湾は中国のもんでしょうかと議論になっちゃって、すると台湾の地位は未定だってことがバレちゃう。だから入れなかったってことをキッシンジャーに告白してます。そしてそれがアメリカの機密文書にちゃんと載ってる。周恩来も知ってるんです。実は台湾は本当に中国のもんかという議論を起こして世界中に考えてもらいたい、すると台湾が中国の領土じゃないと分かるはずなんです。僕は実は台湾生命運動で期待してる一つはそれなんですね。チャイニーズ・タイペイじゃない、台湾だよっていつも言うのは、あそこにあれ横断幕ありますね、台湾は台湾、中国ではないって書いてありますね。あれいつも我々現場で貼ってますがね、あれはですね、道行く人に中国じゃないんだよってことを訴えるため、訴えたらみんな驚いてそうかなって考え出すでしょ。中には1万人に1人ぐらい一生懸命調べる人がいるかもしれない。調べてもらいたいんですよ。そしてこういうことは日本国内だけじゃなくて国際社会でもに向けてもやりたいと思ってます。ちょっと今余談ですけどね、まあ、そういうわけで宗教も国民党も台湾は中国の領土じゃない、チャイナの領土じゃないとか実は知ってるということ、これでお分かりになったかと思います。そういうわけで僕は台湾を支持したいがために感情的に台湾は台湾だと言ってるんじゃないってことだけ、まあ、皆さんはもうお分かりと思いますが、ぜひそういうことをね世論にも訴えていきたいと思ってます。そしてですね、じゃあ一体台湾独立はどこからの独立ですかということですね。この間台湾研究フォーラムのある会員の方それ聞いたら知らない人いたんです。今日その人いないから言いますけど、今でもなんか中華民国からの独立ですよね。今言いました、中華民国ってのはその火事場泥棒的にマッカーサー命令をいいことに、で台湾を最初ね日本の領土だった台湾を占領して、でそして1949年、内戦で敗れて、その中央政府が台湾を亡命してきた。その時まだ日本は台湾を放棄してませんから、だから法的にはまだ日本の領土なんですけどね。
本当にこれは不法占領と言えるわけです。でその不法占領下で台湾人は苦しめられたわけですよね。そこで台湾独立というものが訴えられた、ということですね。でもひどかったんですね。国民党独裁時代、台湾独立なんて言ったらこれ逮捕遠くですよ。だからみんな言えなかった。まあそういった悲しい歴史が台湾にあるということをまず我々知らなきゃいけないと思うんですが、いずれにしましても日本人が台湾独立とは何なのか誤解している、これは深刻な問題なんです。もし中国が言うような中華人民共和国の独立というものであれば、これはですね、中華人民共和国の政府は中華この独立運動を潰す権利があるんですよ。国内問題でしょ、内戦を引き起こそうという連中でしょ、ということになるんです。だから中国が言うんですよ、こいつらが緊張を高めてる、戦争を起こす可能性があると、トラブルメーカーだと、だからこの台湾独立と付き合うなと、台湾独立勢力と付き合うなと、アメリカ日本に何度もずっと言ってきてるじゃないですか。するとみんなはそうなのかなって、台湾独立運動ってのはこのトラブルメーカーなんだなって本当に思うんですよ。だから日本政府だって緊張を高めるんであれば台湾独立の動きは認めないというような姿勢をずっと見せてきたんですからね。だから中国の言ってる定義する台湾独立というものが、それが事実であればそういう話になっちゃう、国際社会手を出せないという話になっちゃう。だけども本当は台湾中華民国体制からの脱却なんでしょ。こうなるとですね、これは住民自決の問題なんですよ。住民自決という問題はいかなる国も阻止しちゃいけない。もし中国がそういう阻止をするならば、国際社会はこれ止めなきゃいけない。国際社会が住民自決、民族自決というものを助けなきゃいけないんですよね。全く逆になりますよね、意味が全然違う。だからこれを我々本当に注意して、台湾独立という言葉を理解し、あるいは世間に伝えていかなきゃならないと思うわけですね。まずそのことを一点申し上げたいと思います。それではこの台湾人が脱却したいと願ってきた中華民国体制とはどのようなものなのか。今は民主化の時代でも自由になってしまったから、そんなこの中華民国体制の罪悪ってものピンとこない人 も今いるかもしれませんよね。ただつい最近もですね、中華民国体制ってのは本当に不条理で恐ろしい醜悪だなと思わせる事例がありました。つい最近ですよ、10月10日、台湾ではですね、この国慶節、いや国慶日って言うんだよな、あの総中節、10月10日、10二つだから、創建の総ですね、双子の双ですね、10書いて、総中節、祝賀式典が、まあ、毎年恒例の政府主催の式典がありまして、まあ、共同通信報道しましたけど、これはあの建国記念日なんだそうです。あれ読むと、その報道を接すると、ああ台湾の建国記念日なんだ、おめでとうって台湾支持者はみんな思う。蔡英文総統はそこでの演説で、中華民国誕生日おめでとうと言ってたけど、本当におめでとう言っていいんですかと僕は言いたいんですね。じゃあこの総中節とはどういうものなのかをですね、もうこれ聞いたら皆さん中華民国おかしいなって思うと思うんで、ちょっと言いますね、適当に聞いてくださいね。まあ中国史ってどんな歴史のエピソードやるかってだけ知ってもらえばいいことなんで、要するにこの総中節ってのは、孫文が指導する辛亥革命の発端である武将事件、武将蜂起、それが1911年の10月10日だったものですよね。で翌年の1912年、まあ、中華民国臨時政府 の、まあ、その建国につながるものですからね。だからこの10月10日を記念して、まあ、孫文の中華民国建国を記念してるわけですよね。まあ、ちなみに当時台湾は中華、日本領土で、この中国の内戦関係ないんですけどね、まあ、一応そういう話なんです。ただですね、この10月10日の武将事件というのはですね、まあ、この、まあ、当時革命勢力というのがいっぱいいましてですね、清国を打倒せよって、日本が日露戦争に勝って、あ日本すごいなと、やっぱ愛国主義、民族主義がすごいなと、我々漢民族もそれに見習いましょうということで、
で、まあ、この民族革命運動が盛り上がったんですよね。でいろんな勢力があって10月10日武昌で決起したっていうか、まあ、追い詰められて暴発しちゃった、そしてそのまま蜂起が成功しちゃったっていうのが武昌事件ですけども、あれは孫文さんとは関係ないグループなんですね。逆に孫文と対立していた文学者、それから共進会というグループですね、それにちょっと日本の退役軍人がお手伝いかなんかしてたと思いますね。まあ、そういうことでこういった革命戦争が、まあ各地で広がりましてですね、でこの革命勢力に対抗したのは清国 の、 あの総理の袁世凱さん、袁世凱さん率いるのは日本軍がこの、この育て上げた新式の軍隊、新軍というんですね、新軍強いんですね。でまあ、その革命派の方も進軍が寝返ったりして、まあ、結構膠着状態も散りましてね、とりあえず1912年の11月に中華民国臨時政府というものを作ったんですね、南京で。で 誰を元首にしようかという時に、ちょうど孫文がアメリカから帰ってきましてね、孫文辛亥革命関与してないんですよ。でのこのこ帰ってきたんで、あの人国際的に有名な革命家だから、あの人をリーダーにしたら外国からの援助もらいやすいかもしれないということで、まあ、臨時大総統に1月1日になってもらったんですよね。でも孫文さんはその数日前にですね、それやる気ないんで、その袁世凱に連絡してですね、あなたになってよって言ったんです。袁世凱って敵じゃないんですか。で孫文は1ヶ月半ほど臨時大総統やって、そのまま袁世凱にその座を譲りました。で袁世凱は北京に政権を持っていっちゃって、で清国の皇帝溥儀さんですよね、戦闘帝に退位を願い、そして中華民国正式に発足させ、初代の、中華民国総統に袁世凱がなった。孫文は国の父、国父って言われてますよね、中華民国の父、実は袁世凱が国の父なんですよね。で孫文はそのまま下野して、その後南方に行って、まあ、各地でこの同じ中華民国と看板を掲げた政権を作って内戦ばかりやってたんですよ。で統一を求めてですね、戦争ばかり仕掛けていた。そして孫文は死ぬんだけど、その弟子の蒋介石が北伐やって、で1928年に、まあ、その北京の中華民国政府を打倒して、でいわゆるこの蒋介石の偽中華民国政府が南京で国民政府と名乗って、今度本物になっちゃった。あ、違うんですよね、1912年の成立の中華民国と蒋介石の中華民国は実は別の政府なんです。でもそんなことは関係ない、中国人は。そして1940年に今度その、まあ、その支那事変始まりますね。あれ日本軍が侵略者っていうか、正確には蒋介石が引きずり込んだ、日本軍引きずり込んでやったんだけども、まあ、日本軍強すぎちゃって重機まで蒋介石逃げたでしょ。さあ南京から秋になったんで、そこで日本の支援を受けた汪兆銘さんが新しい中華民国国民政府を作って、そしたら蒋介石が重機の方で焦っちゃって、いやこちらは本当の中華民国だよって、そして孫文を国府に祭り上げ神格化したんですね。で日本は負けて南京政府もなくなったんだけど、今度は共産党と内戦になっちゃって、で蒋介石は負けちゃった、負けて台湾に亡命したっていうのが1949年ですね。まあ、これが大事なことを言い忘れましたが、双十節っていうのは袁世凱の臨時が臨時大総統の時に制定されたものなんです。でその北京政府は双十節祝ってきたんだけど、この蒋介石もそれを引き継いでいたんですね。でご都合主義ですよね。1912年に発足したのは全部俺たちの先輩たちだっていうね、いいとこ取りですよね。まあそういうことをやって最後は負けて台湾に行っちゃったんですが、でまあそういうわけでね、今のはここまでは重要じゃないです。これ重要なのはこれからです。そして1949年に台湾に亡命した蒋介石は、今度は台湾の島の中でこの双十節をの祝賀を住民に強要します。目的はもちろん中国人意識を持たせるため、あなたたちはこの我々のこの国民革命のこの後継者である、中国人なんだ、日本人時代で受けた奴隷教育の影響を払拭せよということで、蒋介石と国民党への忠誠心を持てました。まあその孫文の国府と神格化してですね、そのようにして双十節っていうのは台湾と一切関係ない双十節ですね。
それを台湾住民洗脳の道具として、あるいはその住民を動員する道具として祝賀を続けてきたわけですね。そしてそれが毎年祝賀が行われ、今もつい4日前もそれが行われたということですね。これは僕はとても恐ろしいことだと思うんですよ。民主化が始まるまでの、要するに小渓谷が、独裁者の小渓谷がなくなったのは1988年、その後李登輝さんという台湾人総統が出て、まあ、大体このそれまでの外来政権、シナ人による台湾人支配という形がどんどん増えていくんだけども、まあその、まあ、要するに李登輝政権は90年代民主化ということになっていくんですが、でその時に李登輝さんが行ったのが静かなる革命、流血を伴わない静かなる革命、無血革命ですね。民主化を内戦を経ずに成し遂げたということで世界から称賛されました。なぜ流血しなかったんですか。それは中華民国体制を転覆させなかった、維持したからですよ。だからその体制派もおとなしく従ってきたわけですね。少なくとも武力は用いる、抵抗はしたけども武力との抵抗はなかった。中華民国体制が残ってしまったから、今もこの国慶節が祝賀されているということですね。1996年中華民国体制は変質はしましたよ。あの時何があったかというと、この台湾の島民だけの、まあもちろん奉公金門松の住民もいますが、この台湾のエリアだけの住民だけで中華民国の総統を直接選挙で選びました。中国の十何億の民関係なく台湾の民だけで選びました。これはこの我こそは中国の代表であるという今までの中華民国体制のその主張、基本的な主張、中核となる考え方を放棄したんですよね。だからあの時中華人民共和国はミサイル演習で選挙を阻止しようとしたわけですけどね。要するに脱中国をやってのけちゃったわけですよ。だからそれまでの中華民国はその貴族席みたいな台湾の島に君臨する不法な外来政権だったけど、ある意味ではこれは住民自決が行われ、台湾本土政権ができたということもできます。少なくとも民進党はそういうふうに言ってる、多くの人々も言っている。しかしこれが話すにちょっとまだ問題点はあるんですが、とりあえずそういうふうになったけれども、だけども外来政権が持ち込んだ国慶節、シナの内戦を記念する国慶節、国慶日というんだ、双十節、これは今も言われているというのはどういうことかということですね。これはやっぱりですね、あまりにもおかしなことだと思うんですね。これはやはりこういうものはなくしていくことが必要だと思います。こういうのをなくすことを台湾の独立運動というものじゃないかと思うんですよね。民主化が行われた今も、外来政権が本土政権に変わった今も、そういうものを求められているんじゃないかと思うんですね。この中華民国体制はですね、変質はしてもこれをされているのは中華民国憲法でしょ。日本国憲法というのは外来憲法です、占領軍の憲法。中華民国憲法もこれ占領軍の憲法なんですよ。中華民国の軍隊という占領軍を持ち込んだものですね。これ1946年に制定されて41年に施行されている、この憲法はですね、実は一つの中国憲法なんですよ。だから今台湾と中国は別々だという、そういった姿勢を李登輝政権以来台湾は持ってます。馬英九時代は省いてね、今もそういうスタンスは持ってるけども、しかしこの台湾が包帯する中華民国憲法は一つの中国を支えているものなんです。なぜならば、あの第4条固有の領域というね規定があります。それはね、その固有の領域とはどういうものかというと、これもう決まってるんですよ。これは1936年、この憲法草案がありましてね、そこで決められました。それはじゃあどこかというと、ずらっとその草案に書かれてますよ。地名が、地名というか各省の名称が、河北とか河南とか、
三世とか三トンとか、石膏とかいろいろ書いてましてね、さらに当時まだ占領もしなかったチベットも入ってるし、それから東トルキスタン新疆という名前で入ってるし、さらに言えば満州も入ってるし、あの頃満州は満州帝国だったんですけどね、満州の各所も入ってる、さらに言えば内蒙古も入ってる、外蒙古も入ってる、つまりあの中国の大陸部分をこそ中華民国の領土だと規定してるんですよ。台湾が統治もしていない中華、今でいう中華人民共和国、それからモンゴル国、これ丸々あの2つの4つの国自分の領土だと規定するのが中華民国憲法、これおかしいでしょ。国家の要件というものは、まあ、いろんな表現があるんだけど、まあ、一番分かりやすい表現は人民、政府、領土ですよ。中華民国、台湾にある中華民国、確かに主権独立国のあれは持ってますね、人民はいる、政府もある、領土もあるけど、でも漢字の領土がはっきり確定しない、国連に加盟しない台湾が国連加盟国の中華人民共和国とモンゴル国の領土俺のもんだって、これおかしな話でしょ。さらに言えばその固有の中華民国憲法が規定する固有の領土、第4条を規定する領土、その中に台湾が入ってないんですよ。なぜならばそれが決められた1936年、台湾は日本の領土でしたから入ってない。こんなめちゃくちゃな憲法が台湾で施行されている。確かに1991年、中華民国が、まあ、李登輝さんの政権下で、まあ、あの少し改正がありましてね、修正がありまして、でその時中華民国は大陸地区と自由地区ってものがあるんだって規定が新たに行われました。自由地区ってのは台湾のことですね。だからその意味では、まあ、この修正憲法でによって台湾がようやく中華民国の領土になったようにも感じますけども、でも第4条にはまだ台湾は入れられてない。だけどいずれにしても中華民国体制というのは何かというと、一つの中国というその原則の上に立っている体制であるということですね。自分たちが支配していない中華人民共和国を俺のもんだと言ってる、こんなこと言ったら世界の誰も相手にしてくれないはずなのに、そういうことを高々と掲げるのが中華民国体制ということですね。で、李登輝さんの民主化の時、これを放棄することができなかったんですね。放棄したかったらしいですよ。領土を確定したかったと言ってましたよ。でもできなかった。なぜですか？国民党が反対するからです。それから国民党に洗脳された住民が反対するからです。でもそれだけじゃありません。中華人民共和国が反対することなんです。中華人民共和国は、この李登輝さんの民主化を台独だってたんです。李登輝さんは台独のゴッドファーザーって言い方あるんですね。李登輝が台湾独立の親分ですよ。あの人中華民国体制のご自身なのに、そういうことですね。中華人民共和国は李登輝さんがさっき言ったように台湾の島だけでの総統選挙をやっただけでミサイルを向けてきた、それから台湾と中国は別々の国だという二国論をちょっと口にしただけで中国が緊張を高めた、これを見てアメリカがびっくりしちゃった、日本びっくりした、台湾独立の動きを見せると中華人民共和国は本気で武力を行使するかもしれないということで、日米ガイドラインというのが衝撃が生まれたくらいですね。だからアメリカの圧力もあって、その後中華民国は陳水扁政権になっても台湾独立ということは口にできなくなっちゃったということで、でも民間の中華台湾独立運動は続きますよ。そして台湾独立の新たな敵が登場しました。中華民国体制だけじゃなくて、その後ろにある中華人民共和国、この覇権主義、これが何よりも強力な敵として台湾独立運動の前に立ちはだかることになったわけですよね。この中華民国憲法、一つの中国憲法と言いましたが、これはですね、まあ憲法ぐらいいいんじゃないのという人もいるかもしれませんし、おそらく台湾の国民もそういう軽い気持ちいるかもしれませんが、これは恐ろしい話なんですね。一つの中国を憲法で掲げてるんですよ。台湾は中国の領土だと言ってるんですよ。そういった体制ですからね。これ中華人民共和国はこれをもって台湾併合をの口実してるんです。台湾は中国の一部だ、中華人民共和国は台湾を
併合する権利があるんだというのが中国の主張ですが、台湾自身だと言ってるじゃないかっていうことなんですよ。中華民国でチャイナ共和国と言ってるじゃないかと、そういうことなんですね。で、世界中もなるほどと思うわけですよ。だから中華人民共和国がいつも強調するのは、台湾問題というものは中国の内戦問題の延長である。要するに国境内戦があって、それで中華民国は滅ぼしたはずなんだけど、まだ残党が台湾の島に残ってる。だから早く台湾は中華人民共和国に返せばいいんだよという主張ですね。そう、みんななるほどと思ってる。早く内戦終わらせたらいいんじゃないのって、早く中華民国降参してね、仲良くすればって、そういうことを考えてる日本人、僕何人にも会いましたよ。全部中国の宣伝にやられてる。で、その中国の宣伝を支えてるのが中華民国体制ということができるんです。だけども台湾は台湾人民が住む国でしょ。誰も中華人民共和国と一緒になりたいと思ってないでしょ、ごく一部の中国系以外は。ですから台湾は降伏すればいいんだってこれは言うことは言っちゃダメなんですよね。馬英九総統、一つの中国を掲げてましたね。ついこの間ですね、あの人総統辞めたらもう勝手なこと言うようになりましたね。本音言うようになりましたよ。中華民国憲法というのは一つの中国憲法なんだよって、一つの中華民国、二つの地域なんだって。要するに中華民国には自由地区と大陸地区があるんでしょ。で、この憲法は一つの中国、一つの台湾許容しません、台湾独立も許容しませんって言うんですね。中華民国憲法がある限り台湾独立を許していけないんだ。そして我々の目標は中国統一を促進することです。そう馬英九さんは言いました。そしてそのような中華民国憲法を持ち続け、一つの中国を維持することで初めて大陸地区とは和解と平和の道が開けんですよと。だから統一しましょうということですね。中華民国憲法はやっぱりこれ統一、おのずと統一というやっぱり国家目標をが、中華民国憲法からそういった統一という国家目標が生じるんですよね。まあ馬英九さんということは間違いないと思います。中華民国体制を守ると言ったのが馬英九さんです。国民党、民進党はあまりそういうこと言わないもんだから苛立っちゃってね、中華民国を守れって国内には一生懸命言ったけども、でもあの人たち市内に行くとき、中共と要人であるとき、中華民国って言葉は言わないんですよ。それから向こうの人が、向こうの要人が台湾を訪問しても中華民国だって隠すでしょ、ね、中華民国ってこと言わない。馬英九総統って言わない。総統って中華民国の元首でしょ、総統って言わない。ミスターバマですよ、馬英九先生でしょ。馬英九さんだって習近平だった時、中華民国って言葉使わなかったですよ。なんで使わなかったのって誰かに叱られたらね、いや中華民国って言葉使った、中華民国憲法って言葉使いましたよって言った。中華民国憲法ってのは国名じゃないでしょ。中華民国という国名を中共の前に使っちゃいけないと中共が言うから、国民党は使わないで来たんですよ。統一を目指すと言ってる、中共も統一を目指すと言ってる話があってんですよ。台湾独立で共に反対しようということで国民党と中共は仲良くしてきた。でも統一って何の国なんですか。中華民国として統一することは絶対不可能でしょ、現実的に不可能でしょ。中華人民共和国が統一するしかないじゃないですか。国民党はそれ知ってるんですよ。ただ台湾が台湾国になるのよりは中華人民共和国になった方がマシだと、少なくとも台湾独自には反対して統一された後は、まあ、ある程度この生活を保障してもらうという、そういう頭が国民党で、こういう連中が維持して続けているのが中華民国体制というわけで、台湾はこれ中華人民共和国と一緒なんて無理なんですよ。台湾人が絶対無理でしょ。一緒になりたいと思う人いないですよ。僕も昔1年あそこに住んだことだけど、もういたくないと思いました。この国の人たちと一緒に生活できないと思った。チベット人、ウイグル人、なおさらでしょ。一日たりとも一緒にいたくないと思ってるじゃないですか、弾圧されて。もし台湾が一緒だったらどうなると思います。チベット、ウイグルに加えられた以上の苛烈な弾圧が台湾人に加えられます。なぜならば台湾人はチベット、ウイグル人以上に抵抗するから。
今もうすでに中華人民共和国より豊かな生活して、とか近代国家としての尊厳もある、誇りもある。しかもみんな戦えるんです。台湾人は銃持って。しかも銃も戦車もある、戦闘機もある。そしたら戦争になりますよね。だから絶対一緒になっちゃいけない。そのためにはやっぱり台湾は台湾であるということを言っていかなきゃいけない。だけども台湾独立を宣言したら戦争になっちゃう可能性が高い。だから今できない。だから中華民国蔡英文さん、もともと国慶節なんで、双十節なんてものは、祝典はね、野党の時はボイコットしたけど、今はね、しょうがない、中華民国の総統になっちゃって、それを双十節も祝いましたね。これやむを得ないとも言える、やむを得ないとも言えるけれど、でもあの人は本当に中華民国体制をいつかやめさせてやるという気持ちあるのかなっていうと思うとちょっと分かんないんですよね。先月ですね、これまあ民進党系のに近いシンクタンクなんですけど、恒例の世論調査があってね、この将来台湾どうあるべきか、将来独立した方がいいなっていう説問に対して、世論調査 36.2% が独立がいいって言ったんですよ。で 26.1% は統一がいいと言いました。で現状維持がいいって言ったのが 23.2%、 要するにもうこれからもね、今のままでいいよって、中華民国のままでいこうよっていうのがね、23.2%、 分かんないっていうのが 16.2% 言いましたけど、これもし中国が独立しても起こんないよっていう前提であれば、独立が良いっていうパーセンテージはもっと上がると思いますね。昔そういう、アンケートがあって、そしたら7割近くの人が台湾国名がいいって言ったことがありますよ。2009年の時ですね、馬英九政権を発足した時、みんながその統一も望んでんじゃないかって日本人が疑った時、逆に台湾の人々は中国が起こんなければ台湾国がいいよって、そういう回答を出したことがあるんです。統一派のテレビ局がやった世論調査、そういう結果が出たことがありましたね。まあでも今回ね、独立がいいっていう人はですね、このシンクタンク前も、去年なのか数ヶ月前なのか分かりませんが、前回の調査の時よりも、前回の調査の時独立がいいって言った人は 5割いたんですって。今36だから減っちゃいましたね。それから統一がいいっていう人 26% いっちゃったけど、これ今までの最近ではこんなに、急増したそうですよ。一体何が起こったのか、よく言われる分析が、蔡英文政権に独立を期待してたけど何もやってくれないからもう諦めようという、そういう人が増えてるって話も聞きますが、そういう側面があると思いますね。現状維持がいい、現状維持がいいって言うけれど、さっきもね、冒頭で話したことなんですけど、現状維持がいいってそのままね、思考停止する傾向がありますよね。台湾には政権にもある、というか事なかれすぎていきましょうと。今みたいにアメリカに守ってもらえればいいんだよ、アメリカ守ってくれるんだから、それで安心してる考え方ってありますね。これ危ないんですよ。現状維持ってことはアメリカがしっかり守ってくれっていうのと、もう一つ前提条件がある、それは中国が今以上に強くならないってことなんですよ。違うでしょ、中国どんどん強くなってる。そしてこの台湾に対して統一戦線工作を仕掛けてる、脅しと籠絡、利益誘導、さっき言いましたね。この統一がいいっていう人たちが増えてる、これ統一戦線工作の効果で現れてませんか。脅しと利益誘導、その可能性あるんですよ。そういうわけで中国はもうこの建国からもう、60何年ですよね、今年で、来年70年ですよね。ずっと一貫して台湾解放、中国統一目指してるんです。このあの国のこの国家戦略ってのはすごいですよね。こういうところだけすごいんですよ。長いスパンで忍耐強く不国境をやってるんですよね。ところがそれに対して台湾はどうなのか。今平和ならいいやということですか。アメリカ守ってくれるからいいやってことですか。そのうちアメリカ守らなかったらどうするのか。今は中華民国の殻を打ち破ることはできない、やむを得ない。だけれども民間はね、あるいは裏ではね、政府も裏ではね、台湾独立の理念ってものを、要するに中国じゃないんだ、台湾なんだって、
中国をやめるためには台湾国を作るしかないじゃないですか。そういった理念を広げていく。でいずれはそういった理念を国際世界に伝えていく。蔡英文政権はいつもね、この日本やアメリカやヨーロッパなど理念の近い国々とに理解してもらって支持を取り付けていくっていつも言ってます。同じようにやればいいじゃないですか。理念同じような民主主義の国々に、我々台湾人は中国になるの嫌なんだっていう、台湾国を作りたいんだっていう、そういった願望を伝えていく努力をなぜやらないんですかといつも思うわけですよね。ですから今回、まあ、この中華民国政府、中華民国の創立説を行う式典がありました。報道によりますと日本人は、26人の国会議員を含め約250人が参加した。でそこに参加した外国人のお客さんのうちの6割を占めた。すごいですね。今日本と台湾いい関係ですよ。でもその人たちみんな台湾を持って台湾を支持するぞって言って、で辛亥革命の記念日を祝ってる。散々台湾住民を苦しめてきた中華民国体制の お誕生日を祝ってる。でみんな分かってない、知らない。悲しいですね。いつかこういったツケはですね将来出てくる可能性がある。だから僕はしつこいと言われるかもしれませんが、この10月1日が近づくために毎年支えがながらやってる行動があるんですよ。それは双十節祝うなんて、東京で双十節のレセプションあるけど参加するのやめようっていつも言ってる。それは嫌がらせやってんじゃない。行くなってもみんな行くんですよ。関係ない。とにかく台湾の独立建国の理念を人々に伝えるチャンスだから、レセプションがありますよって言ったらその都度僕やってるんですよ。あまり賛同者は今のところいませんが、これからも続いていきたいと思います。そしてこの台湾は台湾だよと世界に訴えていく、まあ、この一つの台湾独立建国運動、独立建国運動、先ほども言いましたように昔は中華民国体制を打倒すればよかった、果たせなかったけど、今中華人民共和国の先天性に対抗しなきゃいけない。それ世界の支持を取り付けていかなきゃならない。だからこれからの台湾独立建国運動は世界を舞台にしたものにしなきゃならないんですよ。僕は新しい台湾独立運動って言ったらそういうことなんです。新しい台湾独立運動として世界が注目するオリンピックを舞台に、台湾は台湾、チャイナじゃないという、東京オリンピック台湾声明運動すごく有効だと思いませんか。世界が注目してるの。だから中国は反対する、してくれていいですよ、騒いでくればしてくれるほどいい。あの国はもう世界的な信頼失ってますからね、ガンガンやってもらいたい。そして我々も台湾人だけじゃなくて我々外国人も、実際先ほども言いました、日本は台湾と一体多少なんです。台湾がやったら日本も危ないんだから、そういった、ね、宣伝も入れながらね、みんな台湾を支持しましょうってやったらいいじゃないですか。東日本大震災、あれだけ台湾の人日本を応援してくれました。恩返しこういう形でやろうじゃないか、これ結構有効ですよね。だから皆さん街頭署名活動参加した方はお分かりと思いますけど、予想外すごいですよね。次から次へと日本人が立ち止まって署名作るんですよ。雨の中でも喝しながらも、これはだ僕いつも言うんですよ、台湾の人々にぜひあの光景見に来てねって、台湾は孤独じゃないってこと分かりますよ、だから台湾頑張ってくださいっていうね、台湾激のための運動でもありますよね。ですからあの遵守しなさいって、ルールを守れって、これ見た時はこんなにあの国は敏感に反応するのか、この運動いけるなと思ったんです。それから2018年になりました。この公民投票ね、台湾の方で公民投票やろうということで、この発案が行われましてね、それを中央選挙委員会がそれを受け入れたんです。その3月の下旬ですね。だったら次の段階はいよいよこの公民投票実現のためのその署名集め、28万人分の集めようという動き出す時なんですけど、また言いましたよね、この2018年3月26日って書いてあるでしょ。この件が台湾ですでに広範な憂慮警戒を引き起こしていることに注意している、要するに悪名高いよっていうことを言ってるわけですよ。こういう運動が台湾のごく少数の人たちが
声明投票、公民投票なるものを持たずに台湾社会を引き裂き、同胞の利益に損害を与え、両岸関係に挑発を加えるなど、真の目的は別にあると、要するにスポーツオリンピックの場を利用した台湾独立運動だということを言ってるわけなんです。国内を引き裂きってどういうことですか。新中国との間の関係を引き裂くとか何とかって言いたいんでしょうね。そのようにしてこの台湾独立だっていうのは本当にトラブルメーカーだよってことを一生懸命宣伝してる。そしてこの運動を牽制していたんです。まああとそれから7月25日、これはですね、この公民投票に向けた署名集めがどんどん進んでる時、中国は本当にですね怖がったんですね。そして何になったかというと、東アジアオリンピック委員会というのがありましてね、あの議長は中国なんですよ。で本部も北京にあるんですよ。中国に支配されたオリンピック委員会なんですね。でこのオリンピック委員会が来年台湾で予定している第1回の東アジア有数競技大会ってあるんですけどね、まあちょっとした大きな大会、国際大会ですよ。これ中止させちゃったんですよ。理由は何か、この台湾声明の公民投票というものは IOC のルールに反しているからだと言うんです。おかしいでしょ、関係ないでしょ。 IOC のルールというのは台湾のオリンピック委員会がチャイニーズタイペイの名称であれば参加できますというだけの話で、台湾の国内で台湾の民間がこういう公民投票をやりましょうという動きを見せたからって何のルール違反なんですか。ルール違反じゃないでしょ、ありえないことでしょ。ところが中国の影響力はすごいですね。その時集まって、この委員会に集まっていたのは、あと韓国、北朝鮮、モンゴル、日本、台湾。モンゴルと韓国と北朝鮮、やはり中止しましょうって言っちゃったんですよ。中国の言いなりですよ。そして台湾は反対しました。日本は、まあ、最初は反対、それ良くないよって言ったんだけど聞き入れられなかった。だから棄権しました。なぜ反対言わないんですか。なぜ棄権したの。日本は、日本のその参加者としては JOC 日本オリンピック委員会の副会長さん、反対表明すればいいじゃないですか。でも危険って言った。反対表明したら中国怒りますからね。そうすると2020年東京オリンピックで中国の協力が得られなくなるから反対って言わなかったんじゃないですか。僕はそう思ってます。そういうわけで台湾はそこで孤立してしちゃったんですね。さらに言うとですね、9月12日、今度はですねこの公民投票を目指す52万の署名が集まったものですが、これが中央選挙委員会に提出されました。9月の3日だったかな。そしたら9月の12日この中国がこう言ったんです。 IOC にはちゃんとしたルールがあるんだからそれを守れって相変わらず言ってますね。守れって言うけどそれを変えてくださいってことを言いたいだけなのにね、やっぱり怖いんですよ。そしてこうも言ってます。党内、台湾党内のごく少数の台湾独立分裂勢力は民進党当局による指示、放任により、民進党は別にね認めてませんから、指示してませんよ。中国を怒らせるから台湾声明やめてほしいって考えてるんですよ、運動だけども、全部この民進党のせいにするのが中共のやり方ですね。 IOC や東アジアオリンピック委員会の厳正になる傾向も顧みず、独断専行でますます武田激しくオリンピック声明公民投票を推進するが、最終的には台湾のスポーツ権利の競技参加の機会と台湾同胞の利益福祉を犠牲するだけである。何を言ってるかというと、これ以上台湾声明なんて訴えたら台湾の選手団オリンピック出られなくなるぞっていうことを脅してる。これ聞くんですよ、台湾の人たち、これまずいんじゃないっていう人出てくるんですよ。この IOC も警告したらしいですね、国際オリンピック委員会。これはですね、警告したんですよ。 IOC のバッハ会長は台湾側に対して、公民投票の台湾声明の申請とも我々は拒否します、許しませんと言ったんです。また台湾側が何も言ってないのにいきなり言ってきたの、これ何ですか一体。後で分かりました、台湾のオリンピック委員会の元国際部長が多分中国の言いなりになってバッハ会長に手紙を送って、この台湾声明の運動は台湾独立運動であり危険で緊張を高めるもんだから IOC から警告発してくださいってお願いしたんです。さあバッハ会長それ間に受けてやめなさいって言った。台湾声明申請しても我々は受け付けませんよってそういうこと言ったんですよ。これ全部中国がやらせてるんじゃないですか。中国は自分でやるとまずいから、まず
台湾の中国に媚びた元部長を使い、そして IOC に、そういう傾向を発生させたんじゃないかと僕は見てます。やってないはずがないと思いますね。ところがこういった中国の卑劣な 圧力により台湾の国民は幸い目を覚まし、そして52万人もの人が署名を書いて、そして明確11月24日台湾声明に関する公民投票が実施されることとなりました。これであとはさっき言ったようにその当日500万人以上の賛成票が集まるかどうか難しいっていう人もいるけど、実は2008年に台湾の国連加盟に関するその住民投票、国民投票がありましたね、公民投票が。あの時はそのすごくその公民投票のハードルが高くて、投票率 50% じゃないと成立しなくて、できなかったんですね。成功しなかったんです。いかなかった。なんでかというと国民党がボイコットやったからなんですよ。あの時も中国がものすごい反対しましてね、これは台湾独立の動きだって。ところがその年2008年北京オリンピックがあるもんですから、自分は悪者になるわけいかないから、アメリカや世界、日本や世界中の国々を使って台湾に圧力をかけさせた。当時アメリカはイラク問題、アフガニスタン問題があって、さらに北朝鮮問題もあって、北朝鮮問題中共にお願いするしかないから、中共の言いなりになって台湾に対してその公民投票をやめろって反対するって圧力をかけた。そういうことがあったんですよ。日本政府も福田首相の時ですよ、この公民投票というものは緊張を高めるものであるならば我が国は支持しないって言っちゃった。内政干渉じゃありませんか。でも決して本当に緊張を高めている中国では誰も文句言わなかった。そして国民党はほれ見ろって、中国様の言う通りだということでみんなボイコットしようって、みんなボイコットしなかった。で結局賛成票ありましたよ、反対票これだけ、賛成票これだけ。その投票した人の90数パーセントはみんな賛成票、反対する人はみんなボイコット、失敗した。だけど後で見て気づきましたよ、賛成票500万あったんですよ。で当時500万じゃ足りなかったんです、厳しかったから。今500万同じことやれば通っちゃうんじゃないですかね。ちょっと詳しいこと分かりません、簡単な想像です。で昔と違って今若い人は台湾声明を応援してるんでしょ。今の若い世代、あれからもうすでに10年経ちました。この10年成人した人々、まあ、今18歳以上は投票できます。この人々はみんな応援するんじゃないですかね。先日東京オリンピックでの台湾声明参戦人っていう、まあその7割というアンケート調査があります。うまくいったら世界にですね、台湾はチャイナじゃないんだっていう、そういったまさに中国から見れば台湾独立宣言に等しいことが行われることなんですよ。でもし失敗したらどうなるか、やっぱり台湾の人たちだって独立望んでないじゃないか、やっぱり一つの中国を認めてるじゃないかっていう誤解が生じるばかりか、そういった誤解を広げようと中共は宣伝を踏み出す可能性は高いですね。だからとても僕はこの11月24日、緊張して見守っているところなんですね。そういうわけで今日はなぜ台湾声明運動を中国が怖がっているか、これは台湾独立建国の運動だからです。台湾独立反対という人はいますね、さっきのアンケート調査を見ても分かりますね。でもそれはあくまでも中国と戦争になるから嫌だという人が多くを占めてるんですね。それから中華民国の、いや国民党一党独裁時代の洗脳から解けてない人がいっぱいいるんですね。台湾独立派といってもまだいるんですよ、国慶節で双十節をお祝いしちゃう人たち。抵抗感ないの、それは潜在的にもう組み込まれちゃってる。今台湾人識が強いって言いながら、その一方でなんで中華民国、中チャイナ共和国を支持者の中国人識が刷り込まれて払拭されてきれてない。今の民主化時代の以降に生まれた若い人たち、天然独って言うんですよ、生まれながら独立思想を持ってるということですよ。要するに国民党の思想洗脳を受けてない分、生まれた時から台湾は台湾だよというそういう意識を持ってるのを天然独って言うんですって。でもこの天然独の人たち、みんな中華民国のこと振ってるじゃないですか。
洗脳が続いてるんですよ。そういうわけでこういったものを払拭するには台湾独立の理念を広めていくしかないということを台湾の政府国民に訴えたいし、また国際社会の一員である台湾と理念を同じくする我々民主主義国家の国民も同じに台湾の独立、中国の併合反対の声を上げていかなきゃいけない。そのためにはまず我々自身がそういった理念を日本国内でやっていかなきゃならない。そしてそのためにとっても有効な方法が何度も何度も言いますが台湾の声明運動じゃないかと思っています。今日は、このなんでこのチャイニーズタイペイと呼ばれるに至ったか説明しようと思ったんですが、まあ、簡単に言うとですね、中華人民共和国が中華民国という名称を国際社会から抹消しようとしたんです。でそういった圧力を受けて、だからそのローマオリンピック、東京オリンピック、メキシコオリンピックでは台湾は台湾という名前になったでしょ。中華民国という、ね、あの名前で出場できなかったんですよ。ところがその後に国連でこの代表権を中華人民共和国が獲得し、急に力を持ち出したらですね、中華民国というを追放せよってことになって、でモントロールオリンピックではですね、そのカナダ政府は中華民国という名称で選手団が来るんであれば入国させないと言った。台湾ならいいって言ったの。ところがあの小渓国相当台湾が嫌だって言っちゃったんですよ。残念ですね。でその時選手団はアメリカまで来た。でカナダの国境のところで待機したんだけど入ることなくボイコットで帰ってきちゃった。そしてその後、IOC ではどうしよう、中華人民共和国にも入ってもらわなきゃいけないなって、中華人民共和国は中華民国としては嫌だ、あいつらがいると俺たちは入らないぞっていいのかそれで、だから困っちゃって、じゃあこのオリンピック委員会名称ね、中国オリンピック委員会北京、中国オリンピック委員会台北ってのはどこでしょう、ダメだって思った。だからしょうがないから、じゃあ北京の方は中国オリンピック委員会にして、台湾の方はチャイニーズタイペイオリンピック委員会にしちゃった。でその後台湾が抵抗したけども、まあいろいろありましてね、まあそれでいいやということになりました。そして中国オリンピック委員会とチャイニーズオリンピック委員会を協議して、中国でやるとき台湾は何ていう漢字名で参加すべきか、チャイニーズタイペイはあの漢字で何て書くか、中華台北にしようと、中国台北はだと中華人民共和国のあれ台北になっちゃうから、中華台北にすれば中華民国の台北だからそれでいいよねって、そしたらいいよって中国言ったんだけど、でも中国はもうなんかね、隙を見ちゃこう中国台北って書き換えちゃう。だけどバカバカしいですよね。台湾側は中華台北を堅持しようって言うけど、我々外国人から見たら両方ともチャイニーズ台北でしょ。でチャイニーズタイペイというのは今言ったように中華民国を否定するために生まれた名称ですから、チャイニーズというのは中華民国じゃない。だけども台湾の人々は台湾のチャイニーズタイペイオリンピック委員会は国内では中華民国オリンピック委員会と名乗ってるから、だから中華というのは中華民国と思い込んで、だからその中華チーム頑張れって言っちゃうわけですよ。バカじゃない、バカじゃないけどかわいそうですよね、洗脳剤で。だそういったこともね、だから本当にもう洗脳から解くということも、これもまた台湾独立運動にとってすごい大事なことじゃないかなというふうに思っております。そういうわけで、こういった、あもう一個だけすいません、こういった不条理を打破しようって今言おうと思ったんですが、これ不条理な状況我々の眼前にもありますよ。JOC 日本オリンピック委員会、あそこチャイニーズタイペイって言葉使うでしょ。そしたらね、ホームページで報道してるとき台湾台北のことをチャイニーズタイペイ台北って書いてあるんですよ。でもチャイニーズタイペイっていうのはあくまでもオリンピック委員会の名称だって地名じゃない。でも地名にまでとしてまで使ってる。そこまで中国が怖いのかと。だから僕は電話したんです。これ直してくださいって。チャイニーズタイペイという地名ありませんよ。あなたたちがそういうことを公表すると誤解する国民出てくるんです。と言ったら、何言ってんですかって。あなたはこの IOC の国際オリンピック委員会のホームページ見ましたか、あそこでは台湾のことをちゃんとチャイニーズタイペイって地名として書いてるじゃないですか。そんな知るわけもないですからね、そんなことないですって。それは間違ってるんだから、あなたたちむしろそれに従うんじゃなくて IOC に正してくださいっていうのが JOC の義務だって言ったんですよ。その通りですよね。間違い書いちゃいけない、地名じゃないんだから。ところがそれ以来
携帯からかけたんですけど JOC 着信拒否なんですよ。で固定電話がかけた、うちの着信拒否で、他の人に頼んでかけたらその人も着信拒否で、僕はなぜ着信拒否するんですかって言ったら笑うんですよ、うちそんなの機能ありませんよって。おかしいなと思って NTT に相談したらそれ着信拒否ですよって言われました。それぐらい怖い、こちらの真実の声が。東京都教育委員会は東京オリンピック・パラリンピック教育という事業をはじめ、そのホームページを作り、そしてそこにオリンピックに参加する約200カ国の各国の紹介のページを作りました。台湾とか見たら台湾じゃなくてチャイニーズタイペイになってるの、地名が、地域名が。そんな地域名ないって抗議しましてね、でみんなで抗議しましょうって呼びかけましてね、多分みんな抗議してくれたと思うんですね。そしたら教育委員会分かったんですよ、やっぱり自分たちが間違ってるってことを。でそのページ削除しました。だけど他のページも全部消しちゃったの。それどういうことかというと、台湾の部分だけ削除するとチャイニーズタイペイを否定したと中国が怒られるんじゃないかと心配してるんですよ。だからこの各国の紹介というページを全部削除することで誰も文句言われないようにしちゃった。これね、あれだけ作るのにすごい手間かかったと思うんですよ、都民の税金使って。だけどそれほどまで JOC も IOC も何かに恐れて、 JOC も東京都議会も東京都教育委員会も何かに恐れてる。中国の政治的圧力以外にないんですね。だからそういった状況を打破することもまた我々のこの台湾声明運動のこの言論の闘争の目的の一つじゃないかと思ってます。そういうわけで、今日はちょっと時間ちょっとオーバーしちゃいましたが大変申し訳ありませんでした。ご清聴どうもありがとうございました。